ベルリンズユートクロイツ駅ドイツの首都ベルリンにあるドイツ鉄道の駅である。1898年に開業した駅であり、現在は乗り換え駅になっている。ベルリンハレ線及びベルリンドレスデン線が南北方向に貫き、それらの路線をまたぐ形でベルリン S バーンの環状線が東西方向に貫く。1990年代から2006年にかけて増改築が行われ、 2006年5月28日に現在の駅名に改称された。改装工事中の旧パーペシュトラー世紀元の駅名はパーペシュトラー世紀であった。これはプロイセンの上級大将アレクサンダー・アウグストヴィル・ヘルムフォン・パーペにちなんで名付けられたものである。環状線のホームは1901年12月1日に島式ホームとして開業した。 初代駅舎は1898年から1901年にかけて建設されたものであるが現存していない。駅舎の端に設置されていた時計台が新駅舎の一部として残存している。ドイツ鉄道は長距離列車のあり方を再編する観点からベルリン南部の拠点駅として機能させるためにパーペシュトラーセ駅を改装して駅名もドイツ語で南十字星を意味する。 ズユートクロイツ駅に解消することを決定した。しかしながら建設工事は南北長距離線予定地の沿線住民の反対運動により大幅に遅れた。当初は2000年開業を予定していたが最終的には2006年5月28日にベルリン中央駅と同時開業となった。現在ではハンブルク中央駅へ向かうアイス、ライプチヒ中央駅へ向かうインターシティ、 ドレスデン中央駅経由で、チェコ、スロバキア、ハンガリー方面へ向かうユーロシティの発着駅となっている。ありがとうございます。